皆さん、冬服買ってますか？冬服といえばアウター。僕ね、アウター最近バカみたいに買ってるんですよ。しかも結構渋いのが集まってきまして、6、7個あるんちゃうかな。もうめちゃくちゃ買ったんで、この富士に選ばれし、神々のアウターたちを一人ずつね、紹介していきまして、神たちの選別を行いし、神富士がですね、激渋神コーデで、はい、お送りしたいと思っております。紹介していく。いくよ。行ったろかい、行ったったらええんかい、行ったんで。はい、ということでやってまいりました、神降臨ということでやっていきたいと思います。一つ目の神はこちらでございます。はい、このブルゾンでございます。めっちゃ良くないですか。はい、これをゲットったんですよ。なんかちょっと MA1 っぽい感じの雰囲気あるような感じのブルゾンでございます。カーキやけどちょっと暗め、だいぶ暗めですね。うん、ダークな雰囲気を醸し出しつつ、まあね、すごい短丈ですよね。リブも結構ね、しまってる感じなんでね、だいぶ短丈に着れるような感じやと思いますね。これちょっとわかんないんですけど、ロイヤルって書いてます。和歌山にね、ちょっとみんなでね、旅行じゃないけどなんかいろいろ行った時に、結構古着回ってね、いろいろ買ったんですけど、ちょっと今日ね、買ったもの大体和歌山かな、ほぼほぼ和歌山です。まあリサイクルショップだろなんだろう、いろいろ回った時に買ったやつが多いですね。ちょっとね、だいぶね、色褪せてる感あるっしょ。だって首元の襟の部分、外側の部分はすごいね、日焼けしてて、すごい薄い感じになってるんですけど、中見るとめっちゃね、濃いんですよ。これてれ、名探偵藤木ましたと、色全然ちゃうぞと、はい、なりましたよ。これ結構やっぱ古着の特徴じゃないですか。経年変化でなってるじゃないですか。絶対しっかり古着なんちゃうかなって思ってまち。まあでもタグの感じ見たらね、やっぱまあレギュラーぐらいやと思うんですけど、こういうねフェードがかかってるっていうのはね、古着の特徴であり、そして神ポイントでございます。これうん、かっこいい。やっぱフェード大好きですから、パキパキに見えへん感じがね、すごいねかっこいいんですよ。こういうなんザ古着でやんす。古着側の主張、古着はこうであるべきである言わんばかりの主張、これがねやっぱフェードとか汚らしさって言われちゃもうそれで解決されますけど、やっぱね僕はそれが古着の良さと、はい、思ってますから、使われてる感というのがすごい僕はチキ。これ普通のブルゾンかと思いきや、ステッチがいろんなとこ入ってるじゃないですか。でなんかね、こことかも多分生地切り替わってて、ディティールが意外とね、細かいディティールあるんですよ。変なとこにこうステッチがバーってこうに日本線入ってたりとか、肩の後ろの肩の部分からちょっとここピラッとめくれる系になっててみたいな、いい感じのね、なんかラインが入っててね、めっちゃいいですね。なんかデザイナーズっぽい感じもありつつ、でもちゃんとね、オーソドックスなブルゾンの形も保ちつつ、チャックもしぶきんな感じがエロいよね。はい、ということでこちらめちゃくちゃかっこいいということで、こちらを着ていきたいと思います。何ですか、いきますよ。はい、ということで始まりました。まず一つ目はですね、このカーキのブルゾンを使ったコーデチャンネルということで、はい。身幅、アームホールともにすごくね、太くて、結構ね、オーバーサイズ感はあるんですけども、やっぱりね、この腰のリブがね、しっかり詰まってくれてることによって、このね、腰で溜まってくれてる感じわかりますか？このシルエットがすごくかっこいいんですね。これやっぱブルゾンの特徴ですよ、やっぱり。うん。そしてね、ちょっと出来心で合わせてみたんですけど、濃いめのこのカーキとこの濃いめの紫って結構合うんですね。めちゃくちゃ、僕このね、色の合わせとかね、あんまりしたことなかったんですけど、急にねちょっとやってみようかなと思ってねやってみたんですけど、めちゃくちゃいい感じに合って、すごいかっこいい感じになりました。極めつけにですね、この帽子のねウィムジーソックスですよ。これがねいい感じの色の飛ばし方、アクセントとなっておりまして、とても美味しいでございます。はい、ということで2つ目はこちらです。ということで、はい、もうかっこよすぎて言葉に粘り気も出てくるぐらい、はい、かっこいいんですけども、こちらさっきも冒頭でも着てましたし、まあ最近 TikTok とか、まあインスタの投稿とかでもね、こちらだけは使ってるんじゃないかなと思います。だからこれ以外はもうねほぼ露出してないんですけど、やっぱこれはね絶対紹介しとかないといけないので紹介しますけど、こちらねアディオリですね。これなんか古そうじゃね、めっちゃくちゃ古そうじゃね。なんかタグがね、そうタグがねえんだよ、タグがねえんだよ、どうなってんだよと。こんな古い感じやのにタグを俺に見せてくれよという感じでございますけども、これなんなんでしょうねマジでこれ結構逆に言ったらすげえ掘り出しもんかもしれへんし、まあ、そうでもないかもしれないんですけど、まあ一応まずアディオリやし、肩のライン日本線なんですよね。これね怖いなー怖いなーと思って、あ、これ多分日本線っていうのもちょっとね怪しい一つではあります。このね肩のラインが絶対リーンやーと下に降りてます。脇下まで伸びてます。こちらラグランスリーブでございます。このねフードインがあるんですよ。ただこのフードインのところがもうチャックが怖くて開けれない、多分ナイロンのねシャカシャカの薄いやつが入ってると思うんですけど、これもう開けないでおきましょう。もうなんかパンドラの箱としてもうねここにしまっておこうと思います。言ったでしょ、パンドラの箱
開けちまってるよねってこと。これやばいでしょ。みんなは気づき始めてるよね。他怪しいとしてはまあリブのとことかもシングルなんですよね。怖いなー怖いなーと思って、これこんなナイロンでシングルの手縫いみたいな感じのあるみたいな、ちょっと怪しいですよねこれ。なんかねナイロンの生地がすごい、これわかるかな、うにゃにゃにゃってなってるんですよ。わからんかもしれへんけど、すげえうにゃにゃってなってまして、アディオリのマークがカスカスになってまして、ジップもこれなんかね変なんですよ。これ何なんですか、これやばいでしょってことなんだよね。これほんまにやばいんちゃうんけ。見たことないって。 YKK でもないぞ。こんな変な、なんか稲妻マーク3つみたいな、何ジップやねんこれ。ちょっとちゃんと調べます。でなんかここに紐が入ってて、ここあれね、竹調節できるとこねっていう感じの、まあトラックジャケットでございます。ちょっと怪しいポイントが多いのでね、どんな年代なんかとかわかんないんですけど、すげえかっこよくて、まあこのねネイビーのところとかも濃い濃い濃いねー、濃いよねー、気持ちいい、すごく気持ちいいでございます。はい、ということでこちらもちょっと着ていきたいと思います。エルレイヤー。はい、ということで2人目の選手はこちらでございます。アディダスオリジナルのトラックジャケットでございますね。やっぱりトラックジャケットというだけあってですね、これを着ると結構スポーティーな感じに決まるのでね、なんか昔っぽい感じの、まあボクサーが着てたみたいな感じの雰囲気も出てて、僕はねそれをファッションに落とし込めるのはかっこいいんじゃないかなと思います。やっぱトラックジャケットとかって結構基本的に使いやすいですね。このトラックジャケットめちゃくちゃ存在感あっていいですよね。ほんでフードをレイヤードしてるから結構ね上半身がいなための感じの雰囲気になってきていますので、パンツはですねこういう感じでちょっと上品に行きたいと思いまして、スラックスを履きました。はい、ちょっとね上が濃いめなので、下はね淡い色で合わせて、ちょっとなんていうやろう、この色のギャップをね見せていきましたということで、ね、まあ靴はねアディダスですよ。これはアディダスのタバコです。やっぱりアディダス同士ちょっとねマッチングさせようと思いまして着てみた感じでございます。可愛くない？はい、ということで次はこいつでーす。ということで今回ちょっとネイビー多くなっちゃいます。またネイビーでございます。はい、こちらはねタグ的にはまあでも一応これメイドイン USA で、まあタグ的にはまあレギュラーなんじゃないかなという言わんばかりの風貌はしております。はい、刺繍タグみたいな感じですかね。でまあ1枚なんでね、まあ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 ワンチャンちょっとレギュラーぐらいなんじゃないかなという。これめっちゃかっこいいよな、ゆるいねスタジャンっぽい感じで、ちょっとシェルが 100% ナイロンってことなんで、これはまあ結構ナイロンなんですけど、こういうナイロン特有のちょっとねテカリっていうか、そこまでシャカシャカはしてない感じかな、ヌメッとした感じのねナイロンしてまして、でここにね刺繍がドリアって書いてるんですよ。マラメモリアルウェプ。はい、僕マジで英語読めなくて、一応小1から小6まで英会話行ってたんですけど、なんか何の役にも立たなくて、はい、英語の曲の耳コピだけできるんですよ。耳コピ発音だけできるんですよ。まあまあ変な能力を手に入れてしまったところで全然活躍はしてないんですけど、だからちょっと読めなくて分かんないんですけど、まあでも1995って書いてるからさすがに95年以降ではあるとは思いますけどね。まあでも95年の可能性が高いですよね。でなんかやっぱ XL なんですけど、こういうブルゾン型やからすごい丈が短くて全然いけるなっていう感じ。短丈でも全然いける。まあさっきのやつらよりかは若干まあ大きめな感じですけど、若干ね大きめのやつも欲しくて、なぜなら冬はですねインナーにやっぱりいろいろ着ますから、短丈なんはいいんですけど、横とか身幅とかね腕とかが狭すぎると全然レイヤードできなくて寒いっていうことになりかねませんので、はい、やっぱこういう感じちょっとオーバーな、ちょっと大きめな感じのやつも欲しかったので買いましたということでございます。しっかりとここラグランスリーブ、僕やっぱラグランスリーブ大好きですわ。はい、ラグランスリーブでレッドオプショルな感じで素晴らしいということで、こちらも着ていきたいと思います。はい、ということで3つ目着てみた感じこんな感じでございます。めっちゃいいですね。やっぱねこの生地がすごいですよね。このテカリ具合というかぬめり具合というか、結構これでね存在感とかすごい増しますよね。ほんでねサイズは XL ってさっき言ったと思うんですけど、 XL なんですごいね身幅とかでかくてアームホールもでかいと思うんですけど、ブルゾン型なんでねこんな感じでリブがねしっかり締まってくれてるのでね、タンタケでね着れるのですごいねシルエットとかも良くなっていいんですけど、こんな感じでねリブが締まってると、なんかさっきからねちょっとなんか脇とか上げてすごい主張してくれてるんですけど、なんかベルトとかをね見せてコーデすることもできるので、めっちゃそれもねなんか渋いなみたいな。海外のねタンタケのコーデとかをよく見てると、こういう感じでベルトとかベルトプラスちょっとパンツとか見せたりしてすごいおしゃれに決めてる人が多いんですけど、それをやってみたって感じですね。パンツもちょっと見せたいということで、僕はね今日はストライプのパンツを履いてます。みんな覚えておいて。はい、ということで次はこちらでございます。ちょっとね同じような色味がちょっと多くてごめんなさいなんですけど、やっぱねこの色味が好きなのもあるし、普通にいいのがいっぱいありましたということで、たまたまいいのがいっぱいありましたということで買いました。こちらの汚さを見てください。これもうクリーニング出した方がいいんじゃないかというレベルの汚さですけども、中がねこれは
匂いは悪くない。匂いは無臭ですけど、さすがに見た目で汚いのが伝わると思います。コーチジャケットです。でもね、これもすんげー怪しいんですよ。まずここ見てください。三角タグですね。三角タグ、フィーチャリングめちゃくちゃ汚い。やばい。むちゃくちゃ汚いです。これもうすごい。三角タグ、フィーチャリング汚いで、ほんでなんか、襟がですよ。なんか襟芯とか別に入ってないんですけど、なんかね、古いやつとかって結構この襟がとんがりまくってんのが多いんですけど、すげーとんがってるんですよ。めっちゃとんがってるのもちょっと怪しいポイントであります。まああと汚いぐらいですけど、僕が怪しいなと思ったのは、でも普通にかっこいいんですよこれ。コーチジャケット、これもねちょっとね、さっきの2つとかよりも全然なんかちょっと生地感が違うくて、まあ、多分ナイロンやとは思うんですけど、ほんまにあっちのナイロン、普通のみんなが想像してるようなナイロンに近い、ほんまシャカシャカした感じなんですけど、意外とシワにもなりにくい感じの。コーチって結構やっぱそのナイロンやから軽いんですけど、中がしっかりね、これ裏肝っぽい感じになってます。はい、なっておりまして、まあ、腕のとこは入ってないんかな、腕のとこは別に中入ってないんですけど、すごいね形とかサイズ感もねめちゃくちゃいい感じで、これバリかっこいいんですよ。これもちょっと着ていきたいと思うんですけど、しかも、はい、やっぱりまあこういうブルゾン型といえばですよ、このねラグランスリーブです。ラグランスリーブ、これ素晴らしいですね。はい、素晴らしい。でまあジップとかはないのでね、わかんないんですけど、これはどこで作られているんだ、メイドインスリランカという感じのね、まあこれは結構神ですよ僕の中で。めちゃくちゃかっこいいです。これもまだ一回もね SNS にあの流出しておりません。かっこいいやつになりますので、こちらも、はい、着ていきたいと思います。うんちみたいなのついてるから、これなんなん、うん、気持ち悪い。これはでもあの俺の可能性が高いです。このうんちみたいなのはさすがになんか生きてた形跡がある。新鮮ですね、この汚れというわけではない。うんち、うんち、なんなんこれ、やばいって、やめてくれよ。はい、ということでちょっとなんかうんちみたいなやつを取ってきましたので、はい、こちらを着ていきたいと思います。はい、ということで次このコーチジャケット着てみた感じ、こんな感じございます。めっちゃいい感じじゃないですかね。もう色合わせがすごく僕は自分の中では気に入っております。ちょっとさっきから同じような色味のブルゾンっぽい感じのやつが多かったので、こんな感じで今回はね開けてみました。中でねちょっとこういうニットのね生地をちょっと変えた感じのねレイヤードを中から見せまして、ちょっとブラウン見えてるよみたいな感じを醸し出しつつ、そしてそのブラウンとネイビーに合うのはやっぱ黄色のキャップだと思いましたので、ここで黄色のキャップで頭を外していきます。そしてパンツはこのコーデュロイであったかさ、やっぱりねこうシェルジャケ、まあシェルというかまあそのナイロンですから、しっかりねここで生地をあったかくしておきの。照明がね、僕この間誕生日やったんですけど、東京のね親友がね僕に照明を買ってくれて、お前家暗いぞと、はい、ちょっとおしゃれにするんやったらちょっと光らせといた方がええぞと照明を買ってくれたんですけど、動画もちょっとなんかいつもよりなんか白ボケしてないというか、なんかボヤボヤしてないですし、まあなんかちゃんとピントも当たりますし、めっちゃ撮りやすいし、おしゃれな感じ出てめっちゃいいですよね。嬉しい。ちょっとだからテンション上がってます。という感じで次行きたいと思います。はい、ということで次はこちら。これめっちゃかっこいいでしょ。やばいよねって話だよね。これ、なんだかわかるでしょ。印字されたタグを見てほしいんだよね。見て。やばいでしょ。気づいちゃったよね。LLディーン悪魔の、これはちょっと待って、今関明夫が乗り移りましたけど、 LL ビーンです。で LL ビーンね、これ LL ビーンやばいでしょ。 LL ビーンの、ナイロンのジャケットかな。 100% ナイロンです。 100% ナイロンのジャケットで、中裏肝みたいな結構あったかめの感じで、めっちゃあったかそうでしょ。超あったかいです。普通にめっちゃあったかいし、まあオーソドックスな形で、まあラグランで、まあ結構肉厚ボワッとした感じの生地というか、なんてやろう、なんかナイロンとかってシャカシャカで薄ーっていう感じのやつが多いと思うんですけど、しっかり肉厚っていうか、ちょっとね詰まってる感じのナイロンやから、すごいね冬っぽくて、しかも結構映えてかっこいいんですよ。色味のオレンジもですね、結構なんてやろう、バチバチオレンジです、オレンジ大好き、オレンジ 100% みたいな感じじゃなくて、品種改良をいたしましたブラッドオレンジみたいな感じで、若干濃いめのオレンジですごいかっこいいんですよ。で近くで見るとちゃんとね、これリップストップです。強く頑丈で破れにくい素材となっております。この感じは多分古くはないと思うんですけど、普通にオーソドックスにめっちゃかっこいいですね。変な何かを入れる何かのスペース。そして全く刺繍されてないんですよ。これ開けてから分かるタイプの LL ビーンで、 LL ビーンともまず思われないような感じ、もうめちゃくちゃねシンプルに無地で使えるような感じで、超使いやすいんじゃないかと思っております。なんせあったかいし、丈も下ね、やっぱりしっかりこうアウトドア系はね、これ嬉しいですよ。しっかりと絞れるようになっておりまして、短丈にもできますし、大きくも切れますと。
はい、いう感じでかっこいいでちゅ、しっかり身幅もあるのでブワッとあのいい感じのね、あの結構素晴らしい感じのシルエットに絞ったらなりますので、すごいね調子のいい一品なんじゃないかなと思います。ということでこちらも着ていきましょう。いきますよ。それでは行ってらっしゃい。はい、ということでこれ着てみた感じでこんな感じでございます。めっちゃいいですよね。シンプルな感じですごいかっこいいのと、やっぱこのドローコートがアウトドア系のやつはねすごい強いので、こんな感じでしっかり短丈にねできるというか、まあ結構このなんかブニョって溜まってくれてる感じが僕は好きなんですよ。このブニョって溜まってる感じはね、あのこの肉厚なやつでないと僕はあんま好きじゃなくて、シャカシャカ系やったらねなんか若干無理してる感があるかなと思うので、こんな感じの生地感でやるのが僕は好きで、ほんでねこの道路コードをねしっかり上でキュッとすることによってですね、中のレイヤードはこういう感じで見えやすいんですよ。これをねちょっとニットにして、まあさっきと同じなんですけど、ちょっとニットでちょっと温かみのあるレイヤードでちょっと間取って、ほんでコーデュロイもちょっと温かみを浴びせられるような感じの気持ちで履きました。そしてローファーでちょっと締めて、最後は CK でねちょっとロゴを入れちゃって、はい、おしゃれという感じのコーデでございます。はい、ということで見てください、やばいでしょ。はい、ということでやばいでしょ、これもうえぐいでしょ。はい、こちらでございます。めちゃくちゃかっこいいよね。もうねあの出してきたかしゅ、あの瞬間から雰囲気を感じましたよね。何者なんだ、何者なんだ、こいつはと言わんばかりの風貌で登場したのがこちらのテーラードの、レザーのテーラードでございます。バカかっこいいですよ。うん、めちゃくちゃかっこいいでしょ。うん、これやこれね、レザー自体は多分ねフェイクやと思うんです。だからこういう感じでちょっとハゲてるとこにね中がちょこういう感じで見えたりするんですけど、まあフェイクなんやけど、やっぱねオールドのフェイク僕大好き、全然好きで、古着感があれば何でもいいので、なんなら合皮とかでもバカみたいに高いやつとかもありますから、昔のバカ高いもうなんなんその値段みたいな感じのやつもありますし、僕はそんな気にしないし、メリットとかも逆にあるんちゃうかなっていう、うん、こういういなたい感じがすぐ出やすいというか、うん、めちゃくちゃいいんじゃないかなと。でね、色がですねこういう感じでちょっとなんてやろう、クリームがかった茶色、うん、あすごいこれはいい表現と僕は感じております。クリームがかった茶色となっております。ボタンがちょっとねいい感じのシェルっぽい感じやけど、多分ちゃうんやけど、いい感じのなんか高級そうなボタンを使っておられます。でね、あの形はこれテーラードですね。テーラードこういう感じ、テーラードのねこういうガガガっていう感じのテーラードの襟してまして、でなんかもうタグとか聞いたね、もう聞いたない、これすんごい聞いたない、もうすんなんな、いつのやつなんですかっていうぐらい聞いたないですけど、これもねやっぱ調べてもわかんないんですけど、めっちゃかっこよくない普通で。こういう感じでね、あのちょっとロングなんで、まあそのテーラードとかに多いんですけど、このね腰で若干キュッとなってる感じね、ここにねここで生地がねちょっと継ぎはぎになってまして、キュッてなるやつちょっと名前忘れたんですけど、こちらでちょっとねあの腰のシルエットをキュッて縛ってくれてて、ちょっと品のあるような感じなんですけど、まあ僕はテーラードとかめちゃくちゃ着てたタイプじゃないんですけど、まあ持ってるが持ってるし、全然テーラードのファッション大好きなんですけど、なんでこれ買ったかというと、やっぱテーラードってすごい品が切れない人なんだっていう、なんていうの、上品というか、そのガチッとしすぎてるから、そのストリートファッションにまあ馴染みにくいっちゃにくいみたいな、若干ね上品さがでかくなってしまうような気がしてたから、あんまりねあの手は出してなかったんですけど、なんせこのレザーね、しっかりレザーやからめっちゃそれが良くて、そのレザーがなんかちょっとストリート感とか結構あの醸し出させてくれるし、まあ昔の人とかもあのレザーのねテーラード、もう 90s、 この前黒人の方のラッパーとかレザーのテーラードにキャップかぶってヒエーみたいな感じのね、こういうの探してたんです。はい、このねストリートのいなたさにもねな溶け込んでくれるようなテーラードがねすごい欲しかったので、僕ねめちゃくちゃ一目惚れして買っちゃいましたということで、はい。黒ってまあ結構そのありきたり、レザーの中で言えばまあありきたりな方で、まあちょっと茶色っていう、もうちょっと濃い茶色とかやったらまあ結構あるような感じですけど、水分が溜まってきたし口の中に、あのラフな感じの色、カッコつけすぎない感じのね薄めのねブラウンがねすごいカッコよくて、もうね涙も出るくらい悔しいですけども、バカ野郎気づいてない。こちらめちゃくちゃカッコいいので、こちらでコーディネーティングして終わりたいと思います。はい、ということで着てみた感じこんな感じでございます。めちゃくちゃかっこいいですね。もう存在感が半端ないですね。このレザーの感じね、光沢がやっぱりね僕は好きですね。レザー系はすごい目にいいというか、ほんでねこういう感じのテーラード型の襟のやつとかやったら、やっぱりねフードのレイヤードがね全然ね苦しくない感じでいいんですよ。やっぱねここがね狭いやつとかやったらちょっとねフードレイヤードしたら苦しい苦しいみたいな感じになることあるんですけど、全然ねラフな感じで決まるのでめっちゃかっこいいんですよね。パンツとかはねちょっと太めのストラックスにして、パーカー
ーとか、まあ、キャップとかドレッドとかでねストリート要素をちょっと入れつつ、ほんでローファーを履いてマシックに。やっぱね僕このドレッドとね革のね相性がすごく好きでめっちゃいいんですよね。あとはやっぱこのね革ジャンとかってねすごいなんかパンチのあるねあのアイテムですから、やっぱちょっとなんかもうちょっとなんか攻めた格好したいなみたいな感じを思った時に最初革ジャンとかいいかもしれません。ということで、はい、こんな感じで今回は終わりたいと思います。はい、今日はねいっぱいね見ていただきちょっと長い動画だったんですけどありがとうございました。最後に僕のねインスタグラム絶対フォローしてください。